はい、どうもです。買い物大好き、おいでございます。今日はね、残業してきました。残業したということは、そうです、帰りが遅くなるということです。そしてスーパーの半額祭りの開催が近づいてきてしまうということです。はい、ということでね、今日もちょっとね、残業頑張ったんで行ってきました。まあ、ちょっと早速見えてるんですけど、私大好きドクターペッパー85円でね、ちょっと安かったんで購入しました。そして私今日デザートにでも食べようと思ってます。そうのね、チョココフィー1回2回食べたことあるんですけどね、まあ美味しいんでね、ちょっとさっぱりとカロリー低めでいこうと思ったんでね、これ購入しました。そして半額だったんでね、こちら手包みシューマイ、もうこれはね、何回か買ってあるんですけども、半額4つ入って半額100円。これをね、ちょっとね、カリカリ、皮がカリカリになるぐらいのね、感じに焼いてから食べるのがすごい好きなんですね。なんで今日はこれ、それを作ろうと思ってます、今日の晩ご飯で。続きましょう。こちら私大好きカニクリームコロッケ、半額149円でございます。今日はね、揚げ物の日じゃないんです。土曜日なんです。明日日曜日は揚げ物の日なんでね、明日食べようと思って買っております。ただもちろんね、まあ、この後もちょっと揚げ物あるんですけど、一気に食べちゃうというね、そういうことはしません。もう冷凍にして、本当はね、だから3個ぐらい、2個3個入ったのがさ、半額だとさ、小分けにして冷凍しといてもさ、まあいいかなと思うんですけども、5個はね、さすがに食べきんないんで。そして続きまして、こちらでございます。焼き鳥ですね、半額199円で5本入りですね。ネギマが2本、ももが3本と、皮はないんですけどね、購入してきました、199円なんで。実はね、先週買った10本入りの、焼き鳥がまだ残ってるんですけども、冷凍に入れっぱなしだったんで、まあ、また半額だったんで買ってきました。まあ、冷凍はそのまましとけばね、それなりには持つだろうと。で、こちらはね、初めてでございますね。エビ&白身フライセット。ちょっと開けますね。これも明日一応食べる予定です。エビフライ、白身フライ、唐揚げ、そしてタルタルがたっぷりですよ。まあ、タルタルはね、玉ねぎ入ってるんで、私ちょっと食べられないんですけども、こちらはね、初めて単品ずつだと食べたことあるんですけどね、199円だったんで購入しました。これも明日食べたいと思います。で、最後こちらですね、サラダ巻きでございます。199円。先週、お寿司いっぱい食べたんですけど、今日はね、お寿司あったんですけど、まだ半額じゃなかったんです。で、私の好きなサラダ巻きが半額だったんで、これをね、食べていこうと思います。ちょっとね、時間も大してない、経ってないんで、このままね、食事動画に移りたいと思います。ちょっとシューマイ焼いたりとか、そこら辺だけしてこようと思います。ちょっとお待ちください。はい、ということで、親父の食卓にようこそっていうか、買い物紹介今した後なんですけどね、ご飯食べたいと思います。いただきます。サラダ巻き、焼き鳥、煙が出てたんでね。で、シューマイをね、焼いてきましたね。ベジファーストってことで、サラダ、カニカマをね、ちぎってあります。ちぎってありますが、ほぐしてあります。いただきます。このキャベツ美味しいの。時間の配分を見ないとね。炭酸水行こうと思ったんだけど、やっぱりちょっとドクターペッパー飲みたかったんで。いい香りだ。
乾杯。うま。うめジング。ドクターペッパー久しぶりだな。やっぱうまいわ。焼き鳥行こう。安定ですな。これやっぱりスーパーが近いから一番食べる。このスーパーの焼き鳥。もう醤油かけてます。結構分厚い。これででも。430円って高いな。半額だから買ったけど、メジン。シューマイもね、表面焼いて醤油かけてあります。からしちょっとつけて。いや結構つけちゃったか。うん、これパリパリでアメージングでございます。ちょっと甘いのよねこれね。しっかり玉ねぎの食感もちょっとあるんだけど、そんなにいっぱい入ってないんで、うん、これは食べる。サラダ巻きコロリンやってしまいましたよ。うん、ちょっとねやってどうしようかな、やっちゃおうかな、やめちゃおう、やめとこう。ちょっと試したいことあったんですけど、まだやめときます。うん、柔らかくて。本当なんか切り方でえぐみみたいのが出たりとかなるな。なんかあんだよね、繊維のね、変な切り方すると、うん、苦くなったりとかするっていうのは聞いたことあります。うん、パルリン君、パルリン君どこ行こうかな。
焼き鳥辛つけてみようか。合うのかな。甘辛のタレに、うん、合わなくはない。ネギ大きい。今日はソードアートオンラインです。玉きにキャベツを乗っけらんないな。食べてキャベツ食べよう。加わるぐらい。焼き鳥にからしありですよ。もういい時間かな。はい、ということで今日はね、スーパーのサラダ巻き、焼き鳥、シューマイ、ドクターペッパーでいただきました。とても美味しかったです。まだね、ちょっと食べれるんで、この後で、ね、食べていこうと思います。ご視聴の方ありがとうございました。お会いでございました。それではまた。ごきげんよう。